2018年7月から放送を開始したテレビアニメ、バキ、敗北を求め、東京へやってきた5人のクレイジーな死刑囚と、地下闘技場を明かした5人の精鋭との肉弾バトルも、いよいよ後半戦。2人が敗北を知る中、残る3人は相も変わらず大暴れ。そんな自由にのさばっている3人の死刑囚をハントすべく、地上最自由の男、ビスケット・オリバが東京にやってきた。一応この人囚人なんですけど、超 VIP 待遇で、刑務所を自由に出入りできたり、まさに繋がらざる者、ミスター・アンチェインなわけでして。私以上の自由は許さない。刃も通さぬ分厚い筋肉、肉食うだけで傷も回復する常人離れした肉体の持ち主。こんな怪物も来ちゃったもんだから、もう収拾つかないよね。ちなみに粗塩を肌に吸い込むと切れにくくなるらしいよ。これ豆知識です。そんな猛獣ハンターオリバ、そして地下闘技場の選抜者、さらにはレジェンドファイターたちも続々参戦。一人も動くな。ロシアの核弾頭シコルスキー、小杖をさらってバキの逆鱗に触れたり、地上最強ハンマー裕次郎と接触したり、オリバの邪魔が入ったり。敗北を知りたいそうじゃないか。イギリスが生んだ人間狂気、ドイルは刃物だけでなく体に爆薬仕込んだりで、紐切りしのぎ交渉のズッタズタ。私は一向に構わん。街で運命の出会いを果たすドイルとレッツさん。レッツさん、目には目を、歯には歯を、クナイトガスは、清流とうぶん回すは、中国4000年の武具持ち出して大暴れ。追い打ちのようにドッポさんおいでになって、ダブルパンチでボコボコに。からて、うそ。空手家が空手使ってどこが悪いんで。最後はせがれのオロチ克実。ドイルの仕掛けた粉塵爆発で火傷まみれの克実こそがドイルに敗北を教えたのだった。タイムリープもののごとく、目が覚めては一発、目が覚めては一発、何度も何度も一撃をお見舞い繰り返す、そのボゴリズム。敗北を教えてくれた克実へ最大級のビガップを送るドイルなのでした。一方、小杖との愛を深めるバキさん、幾度となく逢瀬を重ね青春を謳歌しているご様子。河原でイチャイチャ石投げてたところに花山さんからちゃちゃ入ったりして、バキ君と一触即発。小杖さんはそんな男のちっぽけな争いごとにひるむことなく一喝。たかが知れてる、最愛に比べたら最強なんて。花山さんのすねにめっちゃ蹴り入れまっくり。そんなこんなで二人の愛を確かめ合えたのではないでしょうか。そう、愛こそが男を強くするのです。小杖がお忍びで布団に入り込んだが、寝床に現れたのは父親ハンマー裕次郎。親父、勝手に入ってくるんじゃねえよ。そんな地上最強の親父様からありがたいお言葉。禁欲の果てにたどり着く境地など、たかが知れたもの。強くなりたくば食らえ、食らって食らって食らい尽くせ。バカな小杖とやら食らい尽くせぬ女であれ。祝福するぜ二人とも。バキ君の次回セックス予告もあって、はい、やってきました、セックスの日。戦いとセックスは似ているそうです。さすがにテレビじゃ放送できなかったようですので、ブルーレイボックスをぜひご購入ください。それにしてもティッシュの量多くね。さあさあ、愛を知ったバキ、童貞捨てた男の変化、とくとご覧に入れましょう。そして残された死刑囚柳流行の文字通り魔の手が伸びる。
そこにシコルスキーもやってきて、バトルはいよいよクライマックス。この続きは東京 MX 他にて好評放送中、 Netflix にて先行配信中のテレビアニメバキをぜひご覧あれ。ブルーレイボックスもいよいよ発売。バキたちの死闘の全記録がここにある。ボリューム1は好評発売中、ボリューム2は2月27日発売。これを買えばバキコズのジョージをしっかりと拝めます。